ございます。カモンマテリアル、マテリアルの高見五郎です。マテリアルのあゆみです。カミノヒーラーです。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで、はい、ですね、今日は、11月26日最後の回ですね、はい、そうですね、11月最後です、ね、11月最後です、あと1ヶ月ですよ。毎回早い言うてんねんけど、ほんまにでも早いよね、もう終わりですよ、今年、はい、いろんなね、年末進行がどんどん進んでいってるところなんですが、さあ、そんな11月26日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なんです。はい、今日は11月26日は、はい、ペンの日です。ペン、ペン、はい、ペン、はい、うん、ペンです、うん、書くペンですね。 This is a pen。 ペン、うん、はぁ、あ、This is a pen 言うと思った。1935年、はい、昭和10年の、11月26日に日本ペンクラブが、はい、創立されたとなっております。記念日の、うん、制定は30周年を記念したものとされておりまして、はいはい、ペンクラブは、文学を通じて、うん、諸国民の総合理解を深め、うん、表現の自由を擁護するための国際的な文学者の団体であります、うん、はい、この、ね、日本ペンクラブというのペンっていうのは、はい、文字を書く道具としてのペンっていうのを表すとともに、うん、ペンの P は詩人、うん、はい、ポエツ、ポエツ、はい、劇作家、プレイライツですね。はい、プレイライツ、はい、次、はい、E がエッセイティスト、エッセイスト、エッセイストですね、評論家ですね、はい、はい、N がノベリスト、うん、小説家というの頭文字の PEN から来ているそうで、日本ペンクラブ、こちらのね、はい、初代の会長は詩人小説家の島崎藤村、うん、ね、夜明け前を書いたね、はい、島崎藤村ですね、はい、はい、っていう人になっております。ね、なんかまあなかなかね、うん、その、まあ、ペンクラブってもう、うん、みんなあんまり意識してないし、ほとんど 今は聞いたことがないみたいな人多いかもしれないですけど、うん、まあ割とね、文壇なんかでは力を持ってた時期はすごいあったんですけどね、はい、今誰が会員で誰が会長やってんだよ ね、はい、それは調べてなかったです、すいません、はい、はい、もう一つ、はい、いい風呂の日です。なるほど、なるほど、はい、語呂合わせでいい風呂ですね、はい、はいはいはい、から来てまして、はい、まあ、11月下旬になると、うん、お風呂でゆっくり温まって疲れを取りたいという人が増えてくることから、入浴剤の効用と普及拡大をアピールすることが目的で作られております。いや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 、あのね、これね、でもね、みんなほら、ちっちゃい時ってさバスクリーン入れてたよね。バスクリーンしかなかった。なんかね、あ、そうですね、多分ね、年代によって缶のデザインとかもちゃうと思うんだけど、うん、違うと思う。僕らはこの丸いブリキ缶みたいなやつで、で蓋がなんかプラスチックっていうか、なんかゴムっていうか、なんかそんなやつで、はい、開けたら中にね、もう一個ちっちゃい丸があるんですよ。でこの丸の中にこう入れて、でその分量でこうお風呂に入れるとちょうどいい量っていう ね、はかりになってた、あれがね、はかりになってた、ふた、そう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 。でたまにおばあちゃんとか来たら、なんか入れ方分からへんから、ゴッドバーって言うの、めっちゃうわ、めっちゃ青いみたいな、なんか基本グリーンですよね、おばあちゃん次から俺入れるからみたいな、バスクリーン入れやって、そう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 、言うよね、言うよね、言うよね、言われまあ、でもあれ入れたらね、温まるんですね。そうですよね、そうなんですよね。でも俺さ、すごいいつも躊躇しててんけど、うん、バスクリーンの入ったやつで、うん、頭洗うとかってすごくなんか躊躇しない、うん、あするね、なんか色つかへんかなとかちっちゃい時は思ってて、そう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 、これで顔洗ったらどうなんだよって、なんかいいんかなとか思ってまうから、そうそう、シャワーで、そうそうそう、頭洗ったりとかするときはシャワーでっていうのはやってますけど、皆さんどうやったんでしょうか。すご
ごいなんかいろんな思い出が出てくる、ね、出てくる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 、はい、バスクリーンの日です。あ、違う、はい、違う違ういい風呂の日です。あ、はいはい、いい風呂の日です。はい、はい、温まってください、はい、今日は皆さん、はい、以上です。はい、はい、ありがとうございました。はい、ではですね、はい、さあそんなあの温まるっていうね、はい、話題が来たところで、あのまた心が温まる映画のね、はい、宣伝をしに来た、うん、人がおりまして、はいはい、もう皆さんおなじみなんですけどね、はいはい、ね、このマイクロシアター、はい、マテリアルのマイクロシアターで、はい、1年間、はい、定期上映が、はい、まあ、決まったというかもう始まっております、はい、映画カバーですね、はい、毎月第2第4の月曜日ですね、はい、こちらですね、はい、このですね、はい、監督のですね、はい、ドラゴンは僕友達なんですけど、そうですよね、はい、宣伝に、来てくれてます、はい、ドラゴン、はい、あれ、ドラゴンちゃうやん、ちゃうやん、なんか見たことだ、あれ、お邪魔します、はい、ちょっと川本隆弘監督ではなく、はいはいはい、川本隆弘監督率いる活動夜会に正式に所属させていただきました、はい、横内と申します。よろしくお願いします。はい、あの翔ちゃんと呼んでください、はい、よろしくお願いします。翔ちゃんね、翔ちゃんね、はい、はい、じゃあ翔ちゃんよろしくお願いします。2回目やんな、はい、2回目やね、前に1回ね、あの下辺の一人として出てきてくれた。そうですね、エセドラゴン、そう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 、はい、エセドラゴン、今日は一人で、はい、出させていただきます。今日は一人でだいぶ緊張してるんで、はい、はい、ちょっとお手柔らかにお願いします。はい、はい、ということで、あのまあカバもね、あの実はその1年間シアターセブンでもね、ロングラン上映とかをやった後、うん、まだ今全国回ってるんだよね。で関西がやっぱりイベント的になっちゃってるんで、みんなに見てもらう機会がなかなかねっていうところで、このマイクロシアターで1年間という形になってます、ね、はい、まあそのカバーについてしっかりね、はい、もう活動野外として、はい、プレッシャーかけていくよ俺に。しっかりと、宣伝していただきたいなと思うんですけど、はいはい、よう考えたらさ、今日誰が丸罰すんのって話。そうですよね、これ丸罰誰がすんのって話。出せないもん罰なんて。いや出せやろ、せやろ、せやろ。マイクロシアターの関係者が罰出したらあかんやんって話になるから、あの俺はドラゴンとは友達やけど、カバとは関係ないからね。一応カバそのものとは、一応カバの出演者が俺の新作のトモルには出てくれてるし、ドラゴンもプロデューサーでおるけど、俺カバには触ってないから、今日俺が丸罰しますんで、僕後ろ下がりますんで、お二人ちょっとサポートしてあげていただきたいと思います。じゃあ、下がります。はい、じゃあ、準備はよろしいですか。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、では行きたいと思います。このプレゼンありかなしか、スタート。はい、ではですね、早速ちょっとカバー、はい、カバーってさっきから、まあ、はい、カバーの名前が出てるんですけど、はい、どんな話かっていうのは多分、ね、改めて説明させていただいた方がいいと思うので、はい、ちょっと私からですね、改めて説明させていただきたいと思います。はい、はい、ではカバーについてご説明いたします。はい、まず1985年、大阪西成を舞台にある実在した教師カバマスオ先生を描いた作品となっています。でその実話をもとに、その先生や、同僚の先生と、あと生徒たちとの熱い交流っていうのが描かれています。うん、で舞台となった地域は、まあ、出自や偏見で校内暴力とか、まあ、荒んだ家庭環境などさまざまな問題や境遇を抱えた子どもたちっていうのが多くおりまして、でその子らと真正面から向き合い奔走する先生たちの姿を忠実に描いた作品となっております。はい、はい、でカバ先生は実はもう2010年にもう亡くなりになっているんですけれども、まあ実にこう300人以上の参列者が参加したぐらい、こう人望の厚い先生だったということ で実際の同僚の先生だった方たちが、まあ、ぜひ映画化してほしいという、まあ、強い思いを持ってですね、でそれを受けた川本隆弘監督が、まあ、仕掛け7年かけて完全自主制作で作ったという作品となっております。7年ですよ、7年、はい、すごい、はい、で、まあ、見どころなんですけど、うん、はい、見どころは、まあ、この映画の特徴なんですけど、こう群像劇となってまして、うん、まあ、いろんなエピソードが同時進行で
構行われてるんですね、はい、ただその全ての物語が実際にあった、はい、物語を元に、うん、あの再構成して、はい、描いております、まあ、全てあのカバ先生のエピソードというわけではないんですけども、まあ、実際の他の同僚の先生とかそういったエピソードも織り交ぜながら描いた作品でかなり見応えがたっぷりあります。で、もう涙もあり笑いもありの、はい、素敵な作品となっております。はい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 。頑張れ翔ちゃん。頑張れ翔ちゃん。はい。ということで、じゃあ一応この映画についてはこんなとこなんですけども、はい。で今回マテリアルでなんと上映していただくということで、はい。ありがとうございます。1年間ですもんね。そうですね。はい。また伸びるかもしれないし。そうなんです。はい。で11月14日からですね。あの第2第4月曜日。月曜日ですね。はい。19時から。19時から上映をしておりますので、はい、ぜひ皆さん見に来ていただきたいなと思うんですけども、はい、ちょっとポイントを何個かまとめてきたので、はい、こちらをお伝えしたいと思います。はい、はいはい、ポイント 1、はい、カバは配信 DVD 化する予定はありません。すみません。はい、でこれあの本当カバーってもう一度見ていただいたら分かるんですけど もう面白いし涙ありで、うん、全国でこうリピーターっていう方がすごく多い作品なんですね、うん、はい、でたくさんの人が携わっているんですけども、まあ、ちょっと地域のことだったりとか、うん、ちょっとデリケートな問題っていうのが、まあ、実際にある地域だったので、まあ、そういういろんなメッセージが描かれてるんですけども、うん、極力変な方向にこう向かわないように、まあ、DVD 化して不特定多数の人がこう見れる環境になった時に、まあ、変な方向に一人歩きしないようにという思いからまだあの当分 DVD 化とか配信っていうのを行わないという予定となっております。はい、はい、なので安定して見れるのはこのマテリアルだけとなります。はい、はい、はい、じゃあのみですね。そうですね。はい、はい、でポイント2、1年間いつでも見られる、はい、見られる、はい、でカバーはあの、まあ、今川本監督があの基本的には自主上映で自主配給っていうのが中心となっているの で、はい、で全国の各地に上映会にこう飛び回ってるんですね。そうですよね、はい、うん、飛び回ってますよね。はい、なのでカバー実際見たいけど見れないっていう人がかなり多い作品でもあります。はい、ただまあ本当に安定して見れるのはこのマテリアルだけとなります。はい、はい、まあ、実際にこの大阪とか関西圏に住んでる方もそうなんですけど、例えば大阪に旅行に来た方とか、うん、うん、まあ、そういった方、帰郷した人とか、うん、帰郷って言わないか帰還したりすみません、帰還した人とかをですね、あのこのマテリアルに来れば、はい、あの月曜日第2第4月曜日見れるものになってます。うん、さらにあの19時から上映開始なので、はい、こちらはですね、あの、まあ、例えばお仕事帰りとか、はい、学校終わりとかにも来やすい時間となってるので、うん、そうですね、はい、もう、うん、そうですね、まあ、社会人の方や学生さんも、うん、はい、ぜひどんどん来てくださいと、はい、来てください、お願いします。お願いします。はい、でポイント 3 はい、ポイント3はドラゴン監督と会えるかも、会えるかも、会えるかも。で監督自身先ほどお伝えしたように全国回ってるので、うん、なかなか忙しいんですけども、まあ、関西にいる時はもしかしたらね、このマテリアルに、ね、極力、ね、来てくれる、はい、来てくれるということなので、はい、でマテリアルさんでは、まあ、お酒とかジュースとかもね、はい、販売しているので、はい、まあ、監督とお酒とか飲みながら、はい、まあ、このカバーについて、うん、他の映画について、はい、トークができるかもしれません、はい、はい、っていうのが3つ目でございます。はい、はい、で最後ポイント 4 はい、こちらはですね、マテリアル限定グッズもゲットできるかも、できるかもということでございます。です。はい、でマテリアルではこちらの、あのパンフレット、はい、これも置いていただいててかなり見応えがめっちゃいいです。あるんですけど、まあ、いろんなセリフとかインタビューとかかなり載ってて、はい、ボリューム満点のこのパンフレットも置いていただいてるんですけど、はい、さらに今回ちょっと1年間上映していただくということで、はい、ここでしか買えないグッズを、うん、グッズを、はい、ね、はい、あの考案しているところでございます。はい、ちょっとまだ今計画の段階ではあるので実物はお見せできないんですけども、はい、まあ、できるだけ早く、はい、こちらが完成したら
SNS などで共有をさせていただきたいと思います、はいはい、このねカバー着てる T シャツとかも可愛いですね。そうですね、まあ、こちらのちょっと色違いとか、色違いとかここでしか買えない限定色とか、ね、モデルを、はい、残り3分です、考えております、はいはいはい、ですね。でもしあのこういうパンフレットとか買っていただいて、監督とかいたら、はい、まあ、サインとかもさせていただいておりますので、はいはい、ぜひ話しかけに来てください、はい、お願いします。お願いします、はい、以上ポイントを4つお伝えしました、はい、4つ、はい、4つ、はい、最後ですね、はい、まあ、1年間通して見られる、まあのはもう本当ここマテリアルしかありません、はいはい、まあ、ぜひまだ見てないっていう方、まあ、もう一度見たいよっていう方とか、あとはまあ特に子どもたちとこう携わるお仕事の方が、うん、まあ、もしくはもう80年代の懐かしい時代をまた味わいたい方、うん、もうぜひどんどんお友達を誘って見に来てください、はい、以上です、はい、よろしくお願いします。あと2分あるよ、あと2分あるよ、はい、あと2分ということで、あさってですね、あさ2回目がね、そうそうそう、あさって上映、今日が26なんで、はい、28日の日に、はいはい、カバーをやります、はいはい、上映します。第2回目です、第2回目ですよね、第2回目ですね、まあ、ちょっとうちがね限定とか20席なので、はいはい、まあ、それ以上来られるとちょっと入れないになると思うんですけども、もしかしたらいっぱいかもしれないね、お電話ください、はいはい、予約いただけた方がいいかなと思うので、はい、一回電話していただければ、はい、ぜひぜひ。これマテリアルは立ち見はないですか？立ち見はまあむっちゃ来られたら、ね、はい、もう来てしまったら立ち見でもいいような感じだったら、ね、はい、あれなんですけどね、うん、お席はちょっと、ね、まあ、2時間15分あるからね、そうですね、そうなんです、作品が2時間15分なので、はい、うん、まあ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 、まあ、しっかりとね見れる作品なので、ちょっと立ち見はしんどいかなと思います。できればお電話してもらって、うん、予約してない方はお電話してもらって来ていただいた方がいいかなって思います。はい、はい、はい、という感じでございます。まだありますよ、まだありますよ。しますか？そうですね、はい、なんか ここは見てほしいみたいな、はい、ありました。一番好きなシーンは、一番好きなシーンはちょっとネタバレになっちゃうので、あー、そっかそっか、言いたくないな。あ、じゃあ強いて言うなら、うんうん、ちょっとまあほとんどのエピソードは実話を元にできてるんですけど、うん、一つだけ実話じゃないエピソード、うん、まあ、作ったエピソードっていうのが描かれてるので、うんうん、まあ、これはちょっと映画見に来ていただいた方、うん、はい、ぜひどこなのかっていうのを推理しながら見に来ていただけると、はい、うん、それは見たらわかるんですか？見たらわからないんですけど翔平君がいたら聞いたら、あ、そうですね、僕がいたり監督がいたらどこかっていうのを伝えできると思います。後で聞こう。お願いします。はい、はい、っていうところが、はい、はい、ちょっと一つ見てもらいたいところでございます。ちょっと見どころの一つですね。ラスト10秒です。はい、はい、じゃあカバーぜひ見に来てください、はい、見てください。あさってです。お願いします。はい、はい、ということで、終わりまして、はい、もうずっと俺後ろでこうやっていろいろずっと動いてた。後ろから ね頑張れ、頑張れって応援してたんですよ。はい、はい、ですけれども、はい、どうでした？やってみて、はい、ほぼ一人で、あ、そうです、ね、頑張ってみるっていう感じだったんですけど、はい、めちゃめちゃ緊張して、うん、もう喉から胃が出そうになって、喉から胃が、それはそれで見てみたいけど、ね、いやか、いやか、胃が出てきたらどうなんねやろってちょっと見てみたいけど、心臓でしたか、ね、あ、うん、まあまあどっちでもええねんけどな俺は。はい、はい、ぐらい緊張しました、はいはいはい、ね、まあまあそうだと思います。でもまあこれからね活動夜会、まあカバーを中心にね、上映を各地でやったりとかするんですけども、彼も、一人で、会場行ってね、上映やったりとか、はい、どんどんこれからやっていく形になります。彼の顔を覚えておいてあげてください。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、翔ちゃんです。よく覚えておいてあげてください。はい、でね、どんどんね、宣伝活動とかもやっていかなきゃいけない。そうですね、ちょっと、ね、はい、できるだけインパクトを残すような昨日来たやつどんなやつやったっけってなんか忘れられたらあかんからな。そうですね、監督がすごいから。そうそうそう、監督のインパクトすごすぎるから。ちょっとすごすぎるんですけど、ね、はい、ちょっと追いつけるように。だから翔ちゃんのインパクトで行ってて、監督来た瞬間に何これこの人誰みたいな感じにならへんようにあなたはあなたでしっかりね、インパクトを、はい、残せるように頑張っていただきたいと思いますけど、はい、ではですね、もうこれはもうやらないといけないんでね、はい、
これがこれの時をがやってきましたんで、やりたいと思います。はい、あの罰が出たら君の顔にモザイクかかるでこれ言っときます、言っときます、あのいつもみんな言ってるんですけど、あの内容じゃないんですよ、要はカバがいいとか悪いとかを審査してるんじゃないです、プレゼンが良かったかどうかを審査してるので2分前に終わりやがったよな、ちょっとルールを無視してはい、ということでですね、どうなるかは、やってみたいと思います。はい、それではこのプレゼンありかなしか判定、まあ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 初めてやからね、初めてやったからね、だいぶ多めに見ました、だいぶ多めに見ました、はい、だいぶ多めに見ました、はい、で監督にしばかれずこらこらこら、そんなこと言うたらなんかドラゴンがまるでしばく人みたいになるはいはい、まあまあそうですね、だからまあまだ1年ありますからね、やっと1回終わったばっかりで、はい、次 やっと2回目ですから、あさって2回目、はい、そうなので、2回目もまだ来られてない方はね、ぜひ来ていただいて、はい、はい、そして2回目来れなかったら3回目4回目っていうふうに、1年間続いていきますから、うん、あの皆さんのご都合のいい日に合わせて来ていただければね、はい、いいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、この大阪で生まれた映画ですから、皆さん関西近辺の方は、この、マイクロシアターマテリアルに、足を運んでいただきたいなと思います。はい、ということで今日は、映画カバの宣伝に翔ちゃんが来てくれました、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、ではあゆみ、はい、はい、お店の情報です。はい、はい、11月26日、27日、本日と明日です、うんうん、はい、チョイスがございます、はい、ダンサー・イン・ザ・ダークと泥棒は幸せの始まり、うん、前回ね、ぶっちょいでご紹介しました、はいはい、こちら2本を楽しみたいと思います、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、料金は1500円で、お菓子とドリンク付きとなっておりますので、お越しくださいませ、はいはい、お時間の方はね、ホームページの方ご確認ください。ちなみに、はい、泥棒は幸せの始まりって、うん、実は日本未公開だった、あれレンタルでしか出てない、だからあのスクリーンで見れるのここだけに、関西、ね、初上陸、はいはいはい、っていうのですね、はい、来てください。はい、そして28日月曜日で明後日ですね、カバです、はい、上映があります、はい、18時、から、会場で19時スタートになります、はい、料金は1500円となっておりますので、皆さんぜひぜひお越しください、お越しください、おります、はい、そして12月に入りまして23、次は金曜日と土曜日に、はい、チョイスな日を迎えます、はい、インデペンデンスデーインデペンデンスデーですね、はいはいはい、と完全な報復、こちら2本を楽しみたいと思います、はい、インディペンデンスデーはこの後のグッチャイで詳しくね、はい、説明いたします、はい、そして12月4日から11日、うん、8日間ですね、はい、下本寺隆監督の雲旅の上映になりますので、はい、お時間が18時会場の19時スタートになっております、はい、あとね、土曜日日曜日はまた何本か 3回ずつやりますので、うんうんうん、はい、またホームページの方、こちらの方もね詳しくご覧ください、はい、お願いいたします。そしてカバの3回目が12月12日ですね、はい、にございますので、そちらの方もお越しください、はい、はい、以上です、はい、週刊マテリアルツはい、ラスト、はい、じゃあもう行きましょうか、はい、はい、行くよ、今日のグッチョイ、はい、ということで今日はインディペンデンスデイ、はい、これはもうでもね、何やろう、すごいたくさんの人見てるよね。そうですね、話題作ですよね、うん、超話題作で、ね、やっぱりテレビでも結構ね、やりましたやりました、だから、うん、あのね、好きな人はもう本当に大好きで、うんうん、まあだからローランド・エメリッヒ大好きな人はもうインディペンデンスデイは絶対にあの欠かさず見てるだろうなっていうやつですよね、はい、でかい、はい、すごいです、
地球を侵略せんとする異星人と人類の3日間の攻防を描き、うんはい、世界各地で大ヒットした SF パニック超大作、うんミニチュアワークをはじめとする伝説的な手法と最新のデジタル技術を組み合わせたものなんていうか数千人のエキストラを動員したスペクタクルの場面の圧巻が圧巻さんがあります。ということでございます。はいはいはい、はい、そうです ね、まあね、これ有名なのはもうラストシーンというか最後の方でね、うん、もう各国の飛行機がこう、うん、UFO に向かってガーっていくみたいなところがすごいこうああいうの大好きな人であれもう寒いの立つんだよね、うん、あれね、はいはい、スターウォーズもそんな感じで言うたらね、そうなんです、まあ、だからスターウォーズとね、インディペンデンスデイの、まあ、違いは違いといえば違いやし同じっちゃ同じなんですけど、ね、だからストーリーラインってそんなに変われへんか だから結局最終的には敵を倒すか何か で、まあ、でもインディペンデンスデイは倒すんじゃないよね、確かに撃退して帰っていくんです、帰っていく、あ追い返す、追い返す、追い返す、もうねもう無理やっていう、うん、あんだけ背負われも、ものすごいでっかい、そうそう、めちゃめちゃでかいから、ちっちゃいのがもうわーって睡眠状態からどっちかっていうとそこをねどうやってこう乗り越えていくか、そうそうそう、乗り切れるかっていうのがすごいハラハラする、本当ね、ローランド・エメリヒってもう絶対無理っていう状況を作ってそこでどんな人間ドラマが起こるのかっていうのを描くのが大好きな人なんで、ね、割と何ていうのほら描いてるのが地球全体やから、地球全体の命運をかけてたりとかするから、いろんな人たちがこう関わってくる、群像劇にもなってて、まあ、ウィル・スミスが有名ではあるんだけど、いろんな人が出てきますし、いろんな物語がそんなのになったりもする、確か日本の自衛団飛行機も出てくるよね、確かはい、と思いますので、ぜひですね、これはこれで、まあ、壮大な物語なので、はい、ぜひご覧になっていただきたい、はい、楽しんでいただきたい、12月の23とのチョイスで楽しみたいと思いますので、はい、お願いいたします、はい、はい、ということで、インディペンデンスデイでございました、インディペンデンスデイ、はい、なんかしょうちゃんインディペンデンスデイに思いある、インディペンデンスデイ、うん、あ独立記念日ですね、はい、うん、うん、特にないです、はい、ありがとう、以上です、以上ですということで今日のグッチョイスでした、期待通りの答え返ってきてよかった、ありがとう、はい、はい、ということでエンディングでございます、はい、まあ、今日もね走り抜けてきまして、はい、今日は翔ちゃんが、2回目参加だったんですけど、翔ちゃんどうでした、はい、すごく緊張したんですけど、うん、はい、楽しかったです、はい、今日だってもう俺店入ってきた時にさガッチガチに緊張してんのよそう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 、めちゃくちゃなんか緊張したはったんで、はい、あれやったんですけど、まあ、まあ、はい、なんとか切り抜けてよかった ね、 ですね、はい、まあ、でも1年間上映してもらうので、うん、ちょっとここはなんとかやらないとということで、はい、2人の力を借りて、うん、はい、無事に終えることができました、いえいえ、はい、もう本当ね、まあ、僕もだからカバにはね確かに直接的には参加はしてないんですけど、まあ、カバの役者さんがねトンボロに出てくれたりとか、まあ、もちろんその、プロデューサーが、ドラマ川本高い色だったりとかするんで、間接的には関わってるんですよね。で、トモロも、まあ、カバとジョイントというかセットで上映みたいなことも、もう決まっていってるので、なんと岡山とか長崎とかがもう先決まってて大阪まだ全然決まってないなんでそんな地方ばっかり先行くねって思うんだけど、まあまあそんな感じになってますので、まあ、カバともどもともるも、ご引きいただきつつですね、まだ見てない方たくさん多分カバ、見てない方いらっしゃると思いますので、まあ、できればカバとともる、一緒にご覧いただければなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします、もう出てるしね、出てます出てますしね、であとスタッフでも来たもんね、そうですね、うん、そう、はい、最後の最後の一番最後の撮影の時に来てくれるので乗ってますから探してみてください、翔ちゃんって言うと、もう俺今から帰って打ち直しとくわ、翔ちゃん帰ってはい、ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います、はい、皆さんありがとうございました、ありがとうございました、はい、また少し